どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、もうそろそろね7月の29日になるということで、 ANA のね感謝の日が29日にありますよね。まあこちらの公式サイトがね公開されましたので、こちらをね一緒に見ていきたいなというふうに思うのと、 ANA はですね特別対応として ANA のスカイコインとですね、またね ANA マイルをですねまた再延長ね発表しましたので、こちらについてですね解説ねやっていきたいと思います。まずですね ANA 感謝の日ということで、7月29日にですねまた今月もね行われるということで、今月は全部で4つにね分かれておりまして、まず1つ目ですね、 ANA ショッピング A スタイル、 ANA オリジナル商品特別クーポン、ショッピング全商品割引クーポンということで、まあこちらはね前回と同じかなというふうに思うんですけども、最低利用金額があって、まあ、500円とかね1000円とかのクーポンが、まあ、使えてねお得に購入できるって言った形ですかね。あとね前回あった元々のね商品がまあいくらかね割引かれた状態でまあ購入することができるって言った感じですかね。まあちょっとこちらもですね詳細をねお楽しみにということで、まあ何がね割引対象になるのかわからないんですけども、まあマスクとかですね、あとはあの機内食とかね今販売しておりますんで、まあそういったね需要があるものがね割引になるといいですよね。で次ですね2つ目ということで、7月29日限定秋旅 ANA にキュン路線限定特典航空券減額マイルキャンペーンということで、7月29日限定でですね減額マイルキャンペーンがね行われるそうなんですよね。これすごい楽しみですよね。まあ1日限定でね減額マイルということで、まあ対象路線はですねちょっとこちらの対象路線もちょっと書いてないので、まあどこがねあの対象になるかわからないんですけども、まあ、ANA の感謝の日で減額マイルキャンペーンということで、羽田からって考えると、まあ、基本7500マイル区間がね多いかなと思うんですけども、まあ、そこら辺がねどのぐらいになるんですかね。特旅マイルキャンペーンがねやっておりますんで、基本7500マイル区間も3000マイルとかね、まあ、そういった感じのマイル数にね下がることもありますんで、こちらはねかなり楽しみですよね。まあ、1日限定ですからね、もしねあの気になる方はですねちょっと7月29日になってあの情報公開されてですねちょっとね目ぼしいのがあればですねまたね動画作りたいなっていうふうに思うんですけども、こちらねほんと楽しみですね。それでは次に3つ目ですね、 ANA トラベラーズホテル ANA に金ということで、毎月ね7月29日ね航空券安くなるんですけども、今回のねエリアは、北海道東北北陸エリアということで、 ANA トラベラーズの方もですねこちらのプランが、ホテルね安くなっているっていう感じですね。ちょっとね正直この ANA トラベラーズっていうのは、まあ、私ね使ったことはマイルでねホテル取ったりしたことはねあるんですけども、これ自体がですねすごいお得なのかどうなのかっていうのはちょっと私わかんないんですよね。まあわかんないんですけども、おそらくね安くなってたらもっとね話題になってるかなというふうに思いますので、まあひとまずね利用される方は楽天トラベルとかヤフートラベルとかね、まあそういったものの価格とね比較してからね利用していただければなと思います。で4つ目ですね、先ほども言いましたけども、毎月29日はですね ANA 感謝の日ということで、一部のね路線の航空券がね安くなるんですよね。で今回は北海道東北北陸エリアの、まあ、航空券が対象ということで、こちら販売期間ね1日しかないので、まあ、こちらもね結構値段下がるのかななんていうふうに思ってるんですけども、どうでしょうかね。前回のね ANA のセールの時に羽田北海道路線がね7900円だったってこともありますんで、まあこれをね下回ってくればねかなりお得になりそうな気がしますよね。タイムセールより下回ってくる感じになりますからね。まあこちらもね当日ね楽しみにしたいなというふうに思います。まあこのね ANA 感謝の日は7月の29日の0時きっかりね情報が出ますので、ぜひね気になる方はチェックねしてみていただければなと思います。それでは次にですね、 ANA は特別対応として ANA マイル ANA スカイコインのですね有効期限延長ね発表いたしました。まあこちらはですね今までもね、延長発表されておりまして、まあ再延長っていう感じですかね。こちらね公式対象に出ている通り、本来ですね2021年9月までだったのが2022年3月末までね延長しますということで、今すぐ登録をということで、まあこちらはですね ANA マイルとANA スカイコインね再延長対応ねしていただけるっていう風になるわけなんですけども、あの参加登録がね必要なんですよね。
まあ必要なんですけども、前回ね登録した方は大丈夫っていう風になりますので、こちらはね今のところ参加登録されてない方はですね、こちらの動画の概要欄にね公式サイト載せておきますので、今すぐね参加登録はねしといていただければなと思います。で詳細なんですけども、2021年3月31日から2021年8月31日に有効期限が迎えるマイルとスカイコインですね、こちらを2021年9月30日まで延長対応しておりましたが、これをさらに2022年の2月の28日までですね、有効期限を迎えるマイル ANA スカイコインを2022年の3月31日までね延長するっていった形になります。まあちょっとね言葉のあやっていうのでね、かなり長い文章になっているんですけども、まあ押さえといていただきたいのは、 ANA マイル ANA スカイコインはですね2022年の3月31日までね有効期限が延長されるっていった形になります。でこちらの参加登録っていうのはですね、期間中までにねできるわけなんですけども、有効期限をね迎えている場合であっても、期間中に参加登録していただくとですね、2021年3月31日からね2022年の2月28日までにね有効期限を迎える ANA マイルスカイコインはですね、参加登録前のね失効したマイル ANA スカイコインについてもね延長対象という風になりますんで、あちょっとやっちゃったみたいな感じでねされてない方でもですね、後からね取り返しがつくっていった形になりますんで、もしねこの動画をすぐね見られてない方もですね、もしね参加登録されてない方いらっしゃいましたらですね、ぜひね参加登録ねしといていただければなと思います。でですね、一部対象外がありまして、ANA マイル、ANA スカイコインですね、両方ありますけども、特典航空券に交換した場合ですね、それでお客様都合でね、払い戻しされた場合、またね、不可抗力でね、払い戻しされた場合で、有効期限がね、過ぎているものに関してはですね、この対応はね、対象外っていう風になりますし、またね、私もそうだったんですけども、前回のね、特別対応の日付がですね、4月30日か3月30日だったんですよね、今年の。で、私は、その延長したね、ANA スカイコインで、3月末とかにね、5月の航空券を取ったんですよね。だから3月の時点で航空券に交換してるんですよね。で、5月の航空券、結局それ乗れなくなったんですよ。で、払い戻しますよね。ですけども、本来、この特別対応で延長されているはずなんですけども、この延長対応に乗るにはですね、口座に ANA スカイコイン、ANA マイルっていう状態であってですね、で、一度なくなりますよね。で、特別対応で戻されますよね。もうその状態でね、戻らない場合じゃないとですね、この特別対応ね、対象外になるんですよね。だから私みたいに3月に航空券に ANA スカイコインで購入して、結局5月の航空券乗れませんでした。払い戻します。ANA スカイコインが有効期限が延長対応されてるけど、航空券に購入してるんで、延長対応に入らないって言った形になるんですよね。まあちょっとね、わかりづらいかなっていうふうに思うんですけども、口座にあってですね、それが一回消えて、また戻されない限りですね、この対応のね、対象にならないっていう形になりますんで、まあこればっかりはね、ちょっと対応のね、仕様がね、ない部分があるかなっていうふうに思うんですけども、まあひとまずですね、こういうこともあるっていうことはですね、頭の片隅にね、覚えておいていただければなと思います。それではね、ちょっと話が長くなりましたけども、今回のね、特別対応のね、対象者は ANA マイレージクラブ全会員っていうふうになっておりまして、登録期間はですね、こちら延長対応はね、再延長になってますんで、開始はですね2020年の11月の17日からですね2022年の2月の28日までっていう風になります。でこちらのね積算付与時期に関してはですね、有効期限を迎えた ANA マイル ANA スカイコインはですね一度失効するわけなんですけども、2022年の3月31日のね有効期限として同数のマイルと ANA スカイコインをね付与するっていった形になります。またねすでに参加登録している方でですね、2021年9月30日までの有効期限が延長されている場合はですね、マイル ANA スカイコインはですね2021年の9月30日で一度失効するんですけども、2022年3月31日までの有効期限としてですね、同数マイル ANA スカイコインをですね2021年10月下旬にね積算付与するっていった形になります。でですね、こちらの特別対応
業のね参加のタイミングによってですね ANA 前でスカイコインのね積算時期っていうのはね異なるっていう形になっておりまして、まあこんな感じでね、公式サイトに書いてあるんですけども、まあ有効期限はね、まあどちらも2022年の3月31日までなんですけども、こちら参加登録のね、タイミングによってですね、付与時期、積算時期っていうのはね、変わるっていう形になりますんで、まあこちら該当になる場合ですね、こちらね、よく確認していただいてですね、有効期限を迎える前までにですね、参加登録ね、していただければですね、有効期限を迎えた次の翌月下旬にね付与されるっていう形になりますし、有効期限を迎えた後であればですね、参加登録した翌月下旬にね積算されるっていう形になります。それでは次にですね、今回のこの特別対応なんですけども、参加登録のね確認方法っていうのは公式サイトにねこんな感じで記載がありますので、多分ね私もね登録済みになってると思うんですけども、一応ね、見ておきましょうかね。マイキャンペーン開いていただくとですね、国内国際線共通のところですね、私なってますね、登録済みに。マイル ANA スカイコイン有効期限延長の参加登録ということで、まあこちらに記載がありますよね、登録済みっていうのは。まあこちらがですね確実になっているかどうかをですね確認ねしといていただければなと思います。ということで今回ですね7月29日にね行われる ANA 感謝の日の解説ですね、まあこちら詳細をね7月29日にね公開されますので、ぜひね気になる方はチェックねしていただければなというふうに思うわけなんですけども、 ANA のね特別対応についてはですね本当にありがたいとしかね言いようがないですよね。本当に ANA マイルをそのまま延長してくれますからね、これ本当にねありがたい対応ですよね。まあ、ちょっとね JAL の方はマイルでね延長はしてくれるはしてくれるんですけども、 eJAL ポイントで帰ってきてしまうんですよね。まあ、ちょっとねこの点はね ANA はね本当にそのままマイルで返してくれるっていうので本当にありがたい部分だなというふうに思いますよね。これ ANA スカイコインで返されてもね結構困りますからね。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボーマーホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。